とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は1月の3日です。1月3日ですね。タワーが、あと1日と3時間16分となってます。明日の夕方か、1月4日の、夕方の5時頃、更新されるのかな？ということで、今日はタワー3周行ってみます。多分もうね、このタワーをクリアするのも、あと5回ぐらいかなになるんじゃないですか？まあ今日3周していいのが出てくれればいいね。行ってみましょう！では1周目、コメントで、怒りもいいよっていう風に聞いたので、今回怒りで来てます。いいよ、強い。それ強いんだけども、キノコがないんで、やっぱ慣れが必要だね。若干の慣れは必要になってくる。よっしゃー。ギリギリだった。やっぱこいつはね、俺怒りじゃなかなか難しいと思う。怒りの攻撃キャンセルをできる人じゃないと、ちょっと難しいと思うな。きつかった。でも倒しましたね。どうだ？何が来る？しょぼ！むちゃくちゃしょぼいな。なんだこれ。いや、ひどい。まあ、これでしょうかね。2周目、斧で来ました。やっぱね、慣れ親しんだやつがね、一番いいかもしんない。これでまあ、サクッと倒してみましょう。1周目がほんとね、いまいちだったんで、今回は出すよ。ちょっといいやつを出したいところ。やっべえ、なんかえらい減るな。減るね。ちょっと待って。ああ、今回えらい減った。でも、おお、あれ、あ、新しく召喚されたのね。なるほどなるほど。こっちにもいたっしょ。オッケー。やっぱね、ボスはこう小回りがある程度効くやつの方が俺はいいかなと思うんだよね。こっちの方が安定して倒せるような気がする。おしまい。 OK。 さあ、それでは2周目の報酬見てみましょう。なんだ、お願いします。防具、なんだこれ、何これ。一番右は夜か、これ。違う、ノーマルじゃん。いや、ひどい。これはひどいね。1回目2回目これ相当ひどいよ。まあ一応シアダガにして売るけどさ、よろしくないね。ではラスト、頑張っていきましょう。今回、黄金スキルで攻撃速度が上昇するやつだね。雑魚敵を倒した時ね。まあ、あれ確率 10% なんで結構低めなんだけども、入れば結構いいと思うんだよね。極力入れるような戦い方をしてみましょう。入らない。全然入らないわ。まあそんなもんだよね。やっぱ 10% なんてそんなもんさ。あとはもう虚無を入れながらゴリゴリ削ってみましょう。やっぱ虚無入りでね、削ると早いわ。めちゃくちゃ早い。 OK。 虚無とドラが一緒に来るとむちゃくちゃ早いね。いい感じ、いい感じ。じゃあ行け。でお前たちは愛のメダルで、ここ削って、あ、いったいった、凶暴が入った。いいね。
いやでもうーん大したダメージにはなってない。オッケー、はい終わり。さあ3周目の報酬なんだ、頼む、防具来てください、お願いします。まあハープはいいにしろエンチャントが良くないわ。ハープだったら絶対ねマルチショットが欲しいのよ。うん、無限入ってて、うん、浮遊攻撃もついてる、悪くない。でもマルチショットがないんだ、厳しいね。輝くローブはさもうすでにいいやつ出てるからいらない。ピグリンの誇りもいらないよね。どうする、全部微妙だぞ。まあハープクロスはまあ無限浮遊攻撃いけるし、わあまあまあいいか、テンポセフトもあるしね、悪くはないか。重力で集めてバーってやってもいいしね。うん、輝くローブよりはマシでしょう。これちょっとあまりにも良くなかったんでもう一回来ました。あまりにもひどいね、ひどすぎる。頼む、出てくれよいいやつ、頼みます。しゃあお願いします、頼む。ひどい、ひどい、今日どうした、ひどすぎる、何これ。まず悪夢の刃、いらない。マウラーズ、なんだこれ、ひどい。あ、夜の棒、クールダウンショットはあるけど他がダメだ、全部いらないけどな。まあ夜の棒にしてお供え物にしましょうか。はい、というわけで4周行きましたけどもこんな感じでした。まず恐怖のバトルスタッフ、うん、使わないね。そしてシアーだが、いらないな。ハープクロスボウ、うん、むしろこっちの方が多分火力出そうな気がする。こっちよりね。なんでこれもまあ売るでしょう。で夜の棒、これも全く、欲はないのでお供え物だね。夜の棒はお供え物としてなかなかいいので、ということで今日のやつはいりません。はい、ということで4回回ってこんな感じでした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。